い、エルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、高崎山の自然動物園に向かってます。はい、ということでお猿さんに会いに行こうかと思いましてやってきました。それでは高崎山に行きましょう。さて、じゃあモノレールで、山に登りましょう。説明だと歩いていくかモノレールかだったんですけど、歩いて5、6分、モノレールで4分って言われたかな。まあちょっと歩くのきついからモノレールで行きましょう。さあ、モノレール乗っていきましょう。天気があいにくの曇りだったんでちょっと残念なんですけど、さっきまで降ってた雨が今止んでるんでやったねと思ってます。高崎山には約1300匹の野生のニホンザルが生息しています。多いですよね。なるほど、こっちを歩いていくってやつですね。結構やっぱ急だなこれ見ると急だな。いっぱいいる。あ、背中乗ってるか、わいい。あ、こんにちは。あ、めっちゃいるじゃん。あ、どんどん集まってきてる。あ、子供がいっぱいいるぞ。今から餌をやるってことなんでちょっと見てみましょう。あ、餌やりが始まった。すごいことになるよ。めっちゃ集まってきた。すごいすごい。あ、喧嘩が始まった。うわ、すげえ。やっぱり縦社会なんだね。なんかゆっくり食ってるやつと全然ね。すげえ、いろんなとこでいろんないるぞ。すげえ、屋根の上に乗っておる。すごいね。今だいぶ落ち着いてきて、なんか泣き止んでたけど。
出た、またこれがあった。いや、いろんなとこにお猿さんいますね。ここにもっていうような感じでいるんで、結構びっくりしてます。いや、本当お尻赤いね。よいしょ。いや、楽しかった。お猿さん可愛かったですね。あのちっこいのなんか、いや、餌の時のあの凶暴性、取られたからってキーキー泣いてんもん、びっくりだよ。いや、まあでも可愛いな。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。